さあ DJ ポッキーのトークジャム2023年2月はなんとですね今やもう世界的に有名なこの方の登場ですはいじゃんけん王国からやってきましたじゃんけんマンですよろしくお願いしますイエーイすごいあの <laughs> <laughs> こんんな自然と始まるですか本番すげえ今ちょっと鳥肌が立ちましたもう始めるんだと思ってもうリハーサルも何もありますねないっすねいやほんとよろしくお願いしますねお願いしますもう僕は中学校の頃からあのアミュでラジオやってる、はい、アミュたんで「おっポッキーだ!」って言,う言って手振ってた人だったんで <laughs> うわ<ー>まさかもうこ、うん、今まではなんかこう番宣とかでお邪魔してたんですけどちゃんとこうーーじゃんけんマンとして呼んでもらえてなんか「あ俺」 レベルアップしたなとリアルなのにレベルアップでしょいやだって高校中学校の時も呼び捨てでしたから「<laughs> ポッキーいるぞ」って言って,て,るっ,て言ってたんですからそんなのが僕いや今でもポッキーって呼んでもらっていいんでいポッキーさんになりました <laughs> よろしくお願いしますまあだけどねそんな僕の番組で喜んでますが、はい、すっきりも出てたじゃんね夜中の2時まで起きててくださいって言われて、うん、ええー であ6時間、地下があるんですごい眠いがながら,、うん、ながら頑張りましたねえ、まあ、なぜかと言いますと皆さん去年のワールドカップカタール大会、はいまあ、日本戦、まあ、応援席が映るんですがこの方がね結構アップになって、ね、あれだって国際映像ですよそうっすよ。 時にたまたままいるんですよこういうカメラマンがすごいかもーゴールするの分かんのかなっていうぐらい俺のところに来るんですよねいやそれは「ジャンケンマン」の魅力に引き寄せられるっていうかいう奇跡とうん<え>とだからもう日本中ももちろんみんな見てましたからあと世界中はね50億人見てるんですってすごいっすね50億ですよ ちょっとよくわかんないですけど、ビビーズ好きみたいな感じ、ね、オリンピックよりも視聴率がいいんだって。そうあ,あでもそうですよね。<う>ワールドカップってオリンピックより上って言いますよね,、うん、ね。だからそういう意味ではも世界中の人がもうこの顔をあ見たことあるって。まあすっきりとリアクションもそうだったでしょ。いやそうですね。みん知ってます。じゃあ聞きますけども、このワールドカップに行くき きっかけは何だっったんですかあそうですねきっかけ僕はずっと被災地支援をしてたんで、はい、被災地の子ども学生を連れていくっていう企画でーワールドカップに前回のロシア大会から行ってますはい、はい、で今回コロナ禍なんですけど8名連れていくことができました、はい、あの福島、えー、宮城岡山愛媛で僕らがずっと支援してる熊本 でその子供たちの旅費とか費用はどうなん、はい、はもうみんなでお金を集めます僕はもう募金活動や会社を一軒一軒回って、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますって言って回るんですけど、はい、なんと今回8人一、まあ、人当たりいくらぐらいかかると思います一人当たり <laughs> 30万安いっすね50万50万かそうやっぱ僕らは貧乏生活でよくてうどんとかそば 鹿児島は日本から持ってきて湯がいて食べればいいですけどせっかくいい思いをしてほしいのでちょっといいことをさせてあげたりご飯食べさせてあげたりするので50万。は10日間10日間なんだで普通は1週間なんですよでもカタールだから狭いから試合を2試合見れたんですよ毎回1試合なんですけどその50万を貯めないといけない1人50万。 うわ鹿児島の人がめっちゃお金出して集,め集まってさすがですねいや本当すごい全国から集めるんですよ世界から集めるんですけど、はい、多分東京に次いで2番目ぐらいに鹿児島がお金を出したんじゃないかっていうぐらいうわ感謝です、ね、いや本当に感謝ですどうでした子どもたちの表情や感想はまあドイツ戦はいまず勝ったじゃないですか、うんえー、ねあの逆転ゴールの時とかもみんな喜んで <laughs> <laughs> す、ね、すごかったったいやーだって目,が、ね、目の前でそれがね体験できるわけだから僕らも勝てると思って、まあ、もちろんが応援はしますよはい、はい、でもまさかあんな劇的な試合する,するとは思ってないから <laughs> だ<よ>、ね、<laughs> もう一気に日本中が火つきましたいや本当とにっすしかもそれを海外旅行行ったことない子がほとんど、うん、日本のワールドカップの試合も見たことない子がほとんどが、うん、それを初めてドイツ戦を見るうわー すねーあーこれはもう最高の経験になりましたねご褒美なんですよ、その子にとっての。で、そのご褒美っていう理由は、実はあのただ連れて行くんじゃなくて、はいあの、海外のサポーターやカタールの大学生に、うん、あの報告会をするんですよ。僕らの町はこういうことになりました、えー、でも今、こうやって復興してます、えー、っていう報告会をしてあの、海外の人たちに感謝を伝える、あ<ー>そ,うそういう講演会をした後に、試合なんですよ。 そうなんだ,だからあの子たちも英語で勉強して英語で喋れるように頑張ってでやっと発表が終わりましたよし試合見に行くぞっていう感じなのでご褒美なんですよねへー。 僕はもうジャンケンマンがもう一サッカーファンでワールドカップただ見に行ってると思ったんだけど全然違うね、目的がね。まあサッカーファンでは間違いないし、うん、まあ見に行ってるのは間違いないんですけど、うん、まあ目的は一番はそこですね。なるるほどね、はい、海外の方に感謝を伝えるはい分かりましたただあなたがそうやって国際映像でバンバン出ます、はい、日本でも見られていますはい たんじゃない連絡が出てるよっていやみんなから来ましたいやもう来るとまずねまず抜かれるかも本当に分かんない抜かれに行ってますけどもちろん最初僕のルーティンなんですけど会場スタジアム入ったらまずカメラを探しますおお今日今回はカメラどちらさんでしょうかと思ってカメラを見つけたらちゃんと僕はここにいるよっていうアピールをだからそうちゃんと前もって 時間試合、まあ、選手が入ってくる1時間前うん、うん、アップする前からもう入っておいてそしたらもう最初からあの国際映像のカメラじゃなくて、うん、記者がめっちゃ集まってくるんですよ。で、あそこにみんながじゃんけんマンがあそこにいるぞと分かってくれて試合が始まるのでいざという時は本当、こっちをふわって向けてくれる。 すごいじゃあ会場の外に出てもカタールの街でも声かけるんじゃないのロシア大会よりも今回はもみくちゃになるぐらい人が集まってきて <laughs> 本当勘違いしますよ。<laughs> 俺ななんか BTS の人なんじゃないかっていうぐらい <laughs> 本当勘違いするぐらい人が集まってきて<ー>ごめんねって言ってから通り過ぎる。ただ これを取ったら誰も集まない、ね、そりゃそうや <laughs> でも海外だからもうね、うん、時間も決まってるしちょっと進まないといけない時はもうパッて取ってっ走るんですようわ日本では絶対にできないんですけどすごいねもう一つのキャラクターとして世界的に成立してるもんね。ねそうなんですよしかもぼ、まあ、僕自腹で僕の分は自腹でいくんですけど、はい、僕の分なりの、うん、僕のためのスポンサーを募って。 行くんですよ<ー>でユニフォームにスポンサーつけていくんですけど、はい、移りすぎてちょっと FIFA が「これはちょっと僕 FIFA の公式じゃないからはちょっと隠してくれて」<ー>初めて言われてそこまで来た。そこまではい でも FIFA の CM にはすごいオートパーツ維持ちって書いたのが <laughs> <laughs> CM 使ってもらってるんですけど何か買って,て隠,し隠してくれって言ってからお願いし,さしに来てくれてうわすごいなそれだけでももう本当に <laughs> いやもうねえすごかったっす何日いたのカタール32日間32日決勝見た 決勝はあの大きなパブリックビューイングがあるんですよ何万人って入れるところ白波スタジアム10個分ぐらいの、ええ、すっごいステージがあってそこでみんなで見てましたあそうな中には入れなかった中には残念ながら、ね、入れなかったです本当はあのチケットくださいっていうボードを下げてうん、うん、立っとこうと思ったんですけど、ええ、もう試合が終わったら取材。うん 取材取材中国メディアからもすごい取材受けるぐらいなんか取材がいっぱい来てヘトヘトでカタールの半分めっちゃ寝てたりしましたねなんか一日の半分寝てるもうじゃんけんマンもう本当もう BTS だめじゃんいやもうびっくりしましたなんか中国メディアの方がそれを繋ぐのが朝日新聞の人が <laughs> 間に入って中国メディアの方がって言ってから。 繋いでくれたりしてすごいな、でもワールドカップ、じゃあ次回も行かないと。いやもう、お金貯めないといけないです。今度はでも、面倒くさいよね、アメリカ、カナダ、メキシコ、3会場だから。一番いいのはアメリカであって、決勝トーナメントもアメリカであれば、僕らは楽です。でも行きたいですよね、せっかくだから、カナダもメキシコも、でもお金かかるから。そうかみんなで行きたいですね、鹿児島の皆さん一緒に。 でもこうやってワールドカップでじゃんけんマンが、ね、認知されたから、はいはい、これからの仕事も楽しみだよね、なんかかい仕事も入るようになってきてなんか海上保安庁さんから連絡来たりとかいろいろ嬉し,しいね、はい、オファーがね嬉しいですね、今までないジャンルがすごいこれから楽しみです。 じゃあここで、はい、あのじゃんけんマンはどうやって生まれたのかと、はい、いうところをお願いしますよ僕今11年目です。はい、で来月で12年目なんですけど、はい、僕は国際大学なんですよ。はは国際大学の児童学科卒業で,で、まあ、子供たちをどうしたら喜ばせられるか<は>笑ったり泣いたりこういろんな表情してくれるかってところでまあ、うん 白塗りとかしたらいいんじゃないかとかかぶ、はあ、り物したらいいんじゃないかっていうので、うん、まあ最初考えてたんですよでもゲームセンターでバイトをしてて、うん、アミュの6階ではいはい、はい、だからイベントをしませんかってみんなで話し合いでした時に「はい、あしたいですじゃんけん大会したいです」って言って、ええ、<laughs> でじゃあじゃんけん大会盛り上げてねって言ってよっしゃ来たと思って作ったのがじゃんけんマンですはあえ本名は何なのあ僕本名 おまがりともゆき、<laughs> おまがりともゆき。はい、皆さん内緒ですよ内緒です <laughs> 内緒ですけど。<laughs> ここだけの話ですからね。ここだけの話。<laughs> すっきりでもおまがりさんとか言われてない。<laughs> <laughs> まあ言われてたかもしれないですけど。はい、<laughs> 内緒ですけど。だいぶ、はい、バレてきたんだよね。あ <laughs> あもう結構バレてきてなんか、うん、高校一緒だよねとかねめっちゃみんなに言って。 本当はじゃんけん王国でしたっけそうじゃんん王国から来てる設定なんですよ、ねはい、だから本当はじゃんけん王国から来たじゃんけんマンなんだけど、はい、もうこんだけ有名になったらもうみんながねそうで僕も,もうテンション上がっちゃって「<laughs> ええ、僕は鹿児島のじゃんけんマンです」ってつぶやいちゃうっいねいいんですそれで、はい、ご当地ねなんかキャラっていうか ね、じゃんけん全く関係ないんですけど、うん、もうみんなが鹿児島のじゃんけんマン、鹿児島のじゃんけんマンって言ってくれるようになったんで、えじゃんけん強い？じゃんけん強いです。やりますか？やりましょうか。せーの、じゃんけん,じゃん,けんぽあいこじゃん,けんぽ、アイコでショ、アイコでショ。なんでグー三連続ってありますか？<laughs> <laughs> ちょっとドキッってしたんですけど、これはグーで続けるべきなのか、<laughs> なんだおなんだチョキを出せって言ってるのがすごい。いや、ね、あ,あのね。 グーをあーの2回出したから、はい、多分次はチョキが来るだろうっていうふうにじゃんけんマンが予想してあなるほどそっちがグーで来ると思ったのでなるほどなるほどなるほどですねでもパーできたね僕はもう完全に緊張して何も考えな <laughs> いつも負けましたいつもはめっちゃ考えてやりますよ <laughs> この人は力入ってるからグーは出すじゃないか <laughs> でもだから最初結構グー出しがちです。おお<ー>。だからグーで愛好に一回持っていくと強いんで。へえ。えー、勝率はどれぐらいなの？勝率はやっぱ子供とじゃんけんすることが多いので八割割はあります。八、うん、割。はい。結局じゃんけんマンとじゃんけんをして、はい、じゃんけんマンに勝ったら、はい、何かプレゼントもらえるんだ。そうですね。シールをあげたり。ここからはい。シールを。おお<ー>これがシールなんだ。はい。これカタールバージョンです。カタールの方にあげるよ ちょっと英語なんですけどああセーブ・ザ・アースですゴミ拾いとかしてるのでそういう活動をしてるのでオートパーツ・イジチってちゃんとねちゃんとスポンサーついてるからいつもお世話になって本当。いやこのキャラクターかわいいわスタンプとか作ったらいいのにこれあるんすよ LINE の LINE スタンプ5ぐらいまで出てますマジえ いいねいいね実写版もありますからねうわ、はい、そうなんだここ実写版の撮影にちょうどいいかもしれない、はい、<laughs> いやもうぜひぜひ来てくださいねえじゃあこれからどういう活動をしていきたいんですかそうですねまあ、うんまあ本当12周年なのでまあこの新曲が出ます新曲 <laughs> え歌も歌ってんの 歌っていうか体操なんですけど「じゃんけんマン体操」って言って<ー>まあ子供たちとステージでやったりするような体操の曲が1曲あってそれを8年間ひたすらやってきたんですけどはい、はい、そろそろみんなが「飽きた」と「ああ、えー、も,もう次のはないのか」と「はい、あじゃあって言ってあのシンガーのようわかりますようこに作ってもらってへ<ー> 2>, は2月は、うん、2> リリースします。 じゃあ今月だ今月今月リリースです皆さんタイトルは「君は天才さん」「君は天才さん」そうなんだ歌ってるのはもちろんもちろんじゃんけんマンイベントやった時にそういえばやってたわ体操をみんなでめちゃくちゃ盛り上がってたわ簡単な振り付け僕があんまりダンス得意じゃないんで子供向けの簡単なそうですか 今ちょうどその新曲流れてますから音でねこれなんですねこれですねありがとうございますもうんか子供たちを褒めるっていうテーマで作ってて天才だねみたいなすごいねっていう気持ちで作りましたそうですか皆さんぜひ応援してくださいあとじゃんけんマンに例えばイベントに来てほしいとか催し物に来てほしいとか っていうときは誰に連絡したい僕に。もう直接。直接インスタグラム、ツイッター、フェイスブックなんでも OK です。ね<え>はい。今日はあのいろんな写真が出てると思うんですけど、これあのインスタグラム、はい、もう見たらもうさらにいろいろ見られますからね。はい。もう映える写真を必死に撮ってきましたから。ね特にカタールバージョンすごいね。すごいっすね。iPhone14 すごいっす。ねえ。<laughs> だからとにかくじゃんけんマン検索してインスタの方もねぜひよろしくフォローしてもらいたいと思いますけどもねへ何が一番思い出だったカタ,ールのカタールはカタールの一番の思い出は、うんえーま、試合はもちろんですよね試合じゃなくてビールを飲んだ瞬間ですかねカタールってお酒飲めないんですよえ お酒飲なない国イスラムなのでもワールドカップ期間中だけ、はい、ある一定の場所ではお酒を振る,振る舞うというか売ってるでも高いと、はい、1900円すると1900円1900円のバドワイザーのカップぱ杯それをまあもちろん日本 の、ね、ビール飲み慣れてるから、うん、そっちの方がやっぱ美味しいなと思ったんですけどもう1900円だっていうのと、うん、ずっと飲んでいなかったビールって思うと <laughs>、はい、めっちゃ美味しく感じてえそれスペイン戦が終わっていつ飲んだのえ,えっとコスタリカ戦ですかねちょっとやけくそが <laughs> 逆だ逆負けた時で負けた時のビールもまあ,あれまさか負けると思わなかったよねでも前半を途中ぐらいからみんながえこれ 一発やられて終わりパターンじゃねってもうざわ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 雰囲気が悪いっすははめっちゃ<ー>コスタリカ戦のあのスタジアムの空気が悪すぎて、はあ、これはそうなるんじゃないかっみんな多分8割ぐらい思ってたんじゃないですか日本人のそういう気とか流れるんだね、えー、なんか流れてましてそしたら本当に後半バーンってやられて「はいわ終わり」って「うわ」って言ってから勝った時ってさ、はい もうすっごいみんなから祝福されるじゃんはいはい、はい、まあ選手も応援する人もはい、はい、負けた時ってどんな空気になるのいやいやめっちゃ声かけてくれますよどんぐらいみたいなもう気にすんなよみたいなえー、カタールやっぱ新日課多いのかなカタール新日課多いですもう DJ ブースとかなんかよく分からないあるんですよおうおうすげえナルトの曲流れてますから <laughs> <laughs> あそっかいやカタールの人たち日本大好きっす アニメとか大好きだしカタールの人たちってほとんどいないんですよ実はカタールの国に働きに来てる周りの国の人たちスリランカとかバングラディッシュとかあそこの人たちも日本が大好きすぎて歩いてるだけでどっか乗っけていっけど乗るかぐらいのよかったねすごいいい国でしたじゃあスペイン戦が終わってからもうドッカンドッカンっす <laughs> もうしかもね、<laughs> カタール、日本よりみんなが、スペインもドイツも、やっぱ<ー>だからもう、カタールの人も嬉しいし、うん、日本の人も嬉しいから、もうお祭り騒ぎです、ね、ねただ、クロアチア戦で、やっぱ、PK っていうのはね、ねえ、うーん俺、あのゴールあるじゃないですか、うんうん、ここにいたんですよ。えー ああもう第2のキーパーみたいな感じで <laughs> ずっとこうや <laughs> ゴンダと俺が守るぐらいな感じでずっともうあでも衝撃でしたねあれはでもやっぱり日本のレベルも上がったし、うん、ちょっと次回楽しみだね楽しみっすねうんてか PK のキーパーのレベル上がりすぎじゃないですかあ <laughs> <ー>俺そう思いましたンダ ゴンダもだし他の、はい、全キーパーの PK の止める率ーー、ねうん、すごいなと思っか動きが違いますね今までとねいやもうこれ語り尽くせないねいやもう言いたいことはたくさん裏話はたくさんあります <laughs> 裏話ねなんかカタールはうん めっちゃ光らせるのが好きで、いろんなもの。光らせるって何？あのビルが全部ピッカピカ光ってる。<laughs> ライトアップとかじゃなくて、あのああもうなんだろう、LED で光らせてる。あのだからディズニーランド行ったら、ディズニーパレードみたいな感じ。常にパレードなんです。ビルビルが。<ー>でもちょっと外れたら砂漠なんですよ。ああ、はっきりしてるんだ。はっきりしてます。へえ<ー>。あとサウジアラビアに行った時にジャンケンマンがちょっと叩かれた事件とか。 なんであのじゃんけんマンで入国しようと思って <laughs> <laughs> 無理でしょで、まあ、もちろん入国するって言っても<う>ビザのビザはそのワールドカップ用のパスポートでよかったんですよ、ええ、はいはいはいでさすがにこの格好で、うん、どんな人でも無理っす一瞬パッて落として <laughs>、はい、パッて塗ってだから飛行機もこれで乗って、はい、入国審査の時だけシュッて取ってシュッて、はい、まずシュって塗って、はい 入国しマジっすマジっすマジっす <laughs> 俺もめっちゃドキドキしながら、えー、サウジアラビアって結構入国大変なんですよ、えー、ワールドカップじゃなかったらすごいお金もかかるしうん、うん、審査もすごい厳しい,はい、はい、言われてる国なんですけど、はい、すこの白塗りでもいけると <laughs> まああのそれでちょっとあのね日本人が変なこと、うん するなとーはーはーカタールに住んでる日本人の方にこうお叱りをもらったんですけどそんなスタジアムだけ,だだけでしろとって言われたんですけどもうそれをつぶやいた瞬間鹿児島県民が黙ってなくて <laughs> <laughs> バックにいる鹿児島県民がみんなで。 いいいや違いますすそんんなな人じゃないんですスタジアムだけでやってんじゃないですこっちでもやってるんですうわーって言ってくれてあ鹿児島のご当地のヒーローなんですよってそうなんですって言ってからその人がシュンってなってうっていう <laughs> ちゃんと仲間がいるねはもうすごいバックアップすごいなっていう<ー>鹿児島感謝という,うんそうなんだいや面白いな、まあ、だけど僕的には。はい あのー、本当にジャンケンマンがそうやってワールドカップで国際映像で流れるたびにめちゃくちゃ嬉しくてだって自分の知ってるねジャンケンマン出てるわけだからだから僕ラジオ番組でも電話したでしょ生中継ありがとうございますいやだからそういう意味ではねもう本当50億人が見てますから<ー>ある意味ヒーローになったんだよねありがとうございますなんか中国でランクインしたみたいです、ね、おなんか ヤフ日本でいうヤフーニュースの、ねはい、やつのトップ10に入ったみたいで <laughs> <laughs> 中国でできるんじゃないのパフォーマンスがいやね,ね<え>なんかできそうっすよね今後いやじゃあ中国もちょっと14億人いるんだよ,ししよ、ねね、中国は <laughs>、ね、中国行きたいっすねもう歌がヒットしたらすごいよもう <laughs> <laughs>、ね、だってそのねなんかこう人形とかさ ぬいぐるみとかさ、キャラクターのね、グッズを売ったら。最高っすね。はい、<laughs> いや、化けるはこれじゃんけんマン、ちょっと、ちょっと考えていきましょう。はい。中国進出。そうですね。これからじゃんけんマンは、ええー、日本だけじゃなくて、世界に。飛び出す、はい、飛び出します。うん、でも、鹿児島のじゃんけんマンって言われるように。そうですね。はい。わかりました。はい、いや、今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。ね、いや、あえてよかったわ。 でもなんかこう今までよりもこうわくわくした <laughs> なんかあじゃんけんマンに会えるんだみたいないやちょっとあの前のゲスト <laughs> 前々のゲストがでかすぎていやいやいやまぶしすぎてもうゲストさんねその前が野口卓男さん、ねね、もう、はい、見たんすけどいや俺ここまで喋れねえと思いながらいやいや今日はあのねテレビのスタッフに「このあと YouTube の撮影があるんだけどあ,あります?」っつって。 で誰ですかって言われたから、えっと、今回、じゃんけんマンでしたら「いやー、ポッキーさんの YouTube 豪華っすね」<laughs> って言われましたよ <laughs>。本当ですかいや野口孝郎さん、ゲソさん、じゃんけんマン、いいですねって <laughs> <や>、<laughs> もうそのレベルなんだよ、いやすごい今。ということで、じゃあ最後にちょっと、はいはい、見てる方に、これ、世界中で見られてますから、ね、YouTube ですから。何人でもいいです。2月,2月に 2月オンエアですから 2> 2月オンエア、はい、2> 僕の2月の14日で12周年になりますイエスありがとうございますバレンタインデー 2>,、はい、であの2月の19日になんと初めてのジャンケンマンランドっていうイベントをしますホワ <Wow! S 2>、はい、そこで新曲をはあの初披露するので、はい、もしよかったらセンテラス専門館に遊びに来てくださいセンテラス専門館イエス皆さんぜひ集まってください,、ね、いで YouTube にももう上がってると思うので、はい、ぜひ見てください OK です ということで今日はですねもう世界で大注目をされましたじゃんけんマンでしたありがとうございましたありがとうございますごめん最後に一回じゃんけん、はい、せーのじゃんけんポン負けた。ありがとうございます